2023フィギュア天使野球カルタを作ろうということで、2023野球カルタ、はい、はいはいはい、まあ、やっぱりこのチャンネルを通して野球の魅力っていうのをどんどん世界に発信していきたいっていう、はい、テーマがあると思うんですけども、はい、手元にボックスがあると思うんですけど、はい、これですね、はい、50音順のひらがなが一文字ずつ入ってます。なるほど、はい、そのボックスから紙を引いて出てきたひらがなを見て、はい、10秒以内に即興で野球に関わるセリフを言ってほしいっていう、ランダムで引いて出た文字に対して、2023年杉谷野球カルタの語録になるわけですね。そうですね。あとかで、アウトコースとかそういうイメージですか。あ、そうですね。